はい、では三木屋先生、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、20代女性の方からのご質問です。はい、私は二重切開の手術をするのを考えており、先日高須三木屋先生のカウンセリングを受けました。なりたいモデルさんの顔の写真を見せて、幅の狭い自然な平行型二重を希望したのですが、先生はあなたの目で平行型二重を作ると自然にはできませんと言い、あなたの目で自然な二重を作るなら末広型二重にしないといけませんと言ってきました。また私は平行型二重でアイラインを引いてもちゃんと二重になり、ちゃんとまつげの生え際が見える二重にしたいとも言ったのですが、先生はあなたの目でそのような目を作ることはできませんとまた否定されました。他にもいろいろと希望したのですが、ほとんどのことを先生はできませんと否定しました。結局ラインが決まらず、その日は手術をするのをやめて帰ったのですが、家に帰ってからもその時のことを思い出すといろいろと腹が立ちます。私が何を希望してもできないとばかり言ってたけど、それを何とかするのが、プロの仕事ではないのですか。先生の態度もすごく冷たく感じたし、本当にがっかりでした、とのことです。はい、わかりました。そうですね、まあ、二重まぶたの手術希望の患者様はいろんな方がいらして、はい、まあ、時々こういう感じでラインが決まらなくて、はい、手術にならなくて怒って帰られちゃうってことはね、正直ね、本当に時々あります。まあ100人に1人ぐらいなんだけど、うん、どうしてもねそういうことはありますね。まあ彼女が 要望された二重は平行型で、ちょっと幅があってアイラインを引いても、まあ、ちゃんと二重だって分かるように、奥二重みたいにならないように、でまつげの生え際がちゃんと見える、でなおかつ自然な二重っていうのを要望されたと思うんですね、話聞いてると、はい、でもまあそれはできないから僕はできないって話したわけですね。それは本当に物理的にできないからできないわけですね。はい、はい、なのでできないってで、まあ、まず僕答えて、で、あなたの目で自然な二重は末広型の二重ですって言ってるから、まあ、そうなんですね。はい、まあ、おそらくまぶたの皮膚がすごく厚くて、なおかつ毛孔ひだもしっかり張ってて、でなおかつそんなに目が離れてない人なんかは、はい、まあ狭い末広型が自然で似合う二重なんですね。そういう人に無理して平行型作ると毛孔ひだを乗り越えて幅広い二重を作らないといけないから、はい、まあ、まつげの生え際に皮膚がボテッと乗っかって、まつげの生え際が隠れて、まあ、その分目の開きがちょっと悪くなって、でなおかつ傷も食い込んで、目を閉じたり伏し目になった時の傷が食い込んで目立つ傷になっちゃうのが予想されたから、はい、まあ、自然に仕上げるのはできないって話したわけで、はい、もう本当にその通りだから、できないことはできないって話したんですね。そうなんですね。うん、はい、なんで、まあ、患者さんが要望する二重でできない場合は、じゃあこういう二重が自然だからいいよって、自然にしたいんだったらこのラインがいいよって僕は必ず提案しますね。はい、でまあ提案したと思いますね。はい、でもまあ彼女は嫌だったんでしょうね、僕が提案した二重は。はい、やっぱりどうしても平行型二重が良くて、でなおかつ自然な二重がいいということだったんですね。はい、でもやっぱりそれはできないんですよね。うん、うん、まあ、例えば、はい、平行型二重、になればいいと、で多少整形っぽくなってもいいって、何か妥協してくれればできますね。はい、あるいは自然がいいと、でも平行型二重は諦めるって言ってくれれば末広型二重で自然なのは作れますね。でもどっちも妥協してくれなかったので、やっぱりできないものはできないんですね。はい、できないけれど、それを何とかするのがプロの仕事ではないですかって言われても、それは違うんですね。やっぱりできないものはできないし、できないことをちゃんと見極めて、できないって患者さんに教えてあげるのがプロの仕事であって、本当にできないからできないわけですね。それはもう切開の二重、僕はもう何万例とやってて、いろんな経験をしてるから、この人の目でこういうデザインで手術すればどうなるとか、自然になるとか不自然になるとか、皮膚がかぶさるとか眠たそうになるとか、全部わかるから教えてあげてるんですよね。そう、それでも妥協してくれなくて、何とかしてほしいっていうから、もうできないですね。だからもう
このラインはどう、このラインはどうっていろいろやっても決まらないから手術ができないわけですね。もうしょうがないにつきますね。で、まあそうですね、やっぱりできないことはできないってはっきり言っておかないと術後にトラブルになっちゃうんですよね。あのできないことを多分できるよやってみようってやって、もしその通りにならなかったら、だから患者さん当然怒りますよね。私が希望してたのと違うと、はい、自然に仕上がるって言ったのにどう考えても不自然だとか、あるいは平行型望んだのに末広型にされたと、自然なのは分かるけど平行型になってないって怒る、はい、トラブルになるから、ちゃんとできないことを話して、でできることを話して、でやるかやらないかは患者さんに選択してもらえばいいわけですね。まあいつも通りのカウンセリングをしたと思うんだけど、やっぱり100人に1人ぐらいはなかなか妥協してくれなくて怒って帰られちゃうことがありますね。ただやっぱり怒って帰られて本当に僕も、まあ、申し訳ないとは思うんですけれどね、できないものはできないからしょうがないんだけど、でもかといって無理に手術して希望通りになってなかったり、平行型になったけど不自然で整形っぽい二重になって後で泣かれるよりははるかにマシですよね。だってお金は失ってないし、痛い思いもしてないし、悪くなってもなくて何も変わってないわけですから。で初診のカウンセリング料だってうちは今0円でやってますもんね。無料でやってますもんね。だからできないって言われてもお金は損してないですね。で時間とか交通費をロスしたって言われたらもうそれはそれでしょうがないけど、でも予約を電話とかメールで取る段階でもどんな手術でもできるとか断言してるってことはないし、ホームページとかブログでも僕は散々できないことはできないけど、できることとできないことをしっかり進めますと、で無理には進めませんって散々歌ってるんだけど、それともやっぱり頭の中でできるって思い込んできてしまうと、できないって言われるとやっぱり怒りが生じてしまうわけで、僕に怒りをぶつけられちゃうわけなんだけど、もうしょうがないですね。もう申し訳ないけどしょうがないですね。無理して手術して後で痛い目に遭うよりははるかにマシですから、僕はもうそれはもう受け止めてます。もうお患者さんになんでできないんですかとか言ってかっこいいですって帰られても、僕はもうそれはしょうがないと思って受け止めてます。僕はその患者さん責めません。はい、先生が悪役を買っておられる、ね、だってしょうがないんだもん。悪いことはしてないんだけどね、もともと何でもできるなんて歌ってないし、正直にできないって話で、お金も1円ももらってなくて、しっかり丁寧にできないことを説明 してで怒るんだったらもうしょうがないから、そういうことも起こりうるから受け止めてます、それは。そうですね。そうなんで、例えばそのあれですよね、二重のラインを決めるときって、はい、あのね、お食事に誰かを誘うときによく似てるんですよ。はい、例えば僕が誰か女の子をご飯に誘うときとか、どっかご飯に行こうって話になったときに、でな、どこ何を食べに行こうかって話じゃないですか。で、まあ女の子によってはね、まあどこでもいいよと、はい、もうミキア君が行きたいところどこでもいいよ連れてってっていう子もいますよね。はい、それだったら僕、じゃ あのおすすめのイタリアンのお店があるから、はい、すごくヘルシーで野菜もいっぱいあるし、おすすめだから行こうかって言うじゃないですか。はい、でイタリア料理食べて、あ美味しかったねでハッピーエンドじゃないですか。はい、まあ、そういうこともありますよね。はい、あるいは何食べに行こうかって誘って、女の子はもう天下一品のラーメンが食べたいと、それしか頭にないと、はい、とにかく今こってりしたのが食べたいんだって言って、はい、あじゃあ行こうか、あの天一行こうかと、僕もちょうど行きたかったんだって、で天一のラーメン食べて、はい、ああよかったね美味しかったねでハッピーエンドじゃないですか。はい、でも中には女の子で、はい、何食べに行こうかって言って、何があるとか言って、あそうだね、じゃあ例えばイタリアン料理どう、すごく美味しいとこなんだとか、あのイタリアン料理こないだ食べたしとか言って、あ、はい、ダメなの、じゃあどうしよう、じゃあ天下一品のラーメンとかどう、こってりしてて美味しいよ、ラーメン太るしとか言ってさ、はい、じゃあどうしよう、じゃあもうファミレス行こうか、ファミレスだったら何でもその場で頼めるし、ファミレスとか言って、ああとか、じゃあどうしよう焼肉行こうかって、焼肉太るし
じゃあ何どこに行きたいの、じゃあ君決めてよって言っても、はい、それを決めるのが男でしょうって、でどうしようと、まあしょうがない、じゃあ中華料理行こうと、店に行こうと、で行って店に行って、はい、で、まあ、食べた、で帰りに、ああもうニンニク臭くなったとか言って文句言われちゃうと、それと同じ展開になるのが僕は恐ろしいんですよ。はいはい、僕が勧めたことを受け入れてやってくれればハッピーエンドだし、あるいは患者さんがもうこれがいいって決めてやってハッピーエンドだったらいいんだけど、なかなか何をするか決まらないと。でもどうするか決めてくれないと、意見言わないと。で僕に意見を決めさせると。で僕がやったと。で文句言われるって。それがね、はい、困るんだ。やっぱりそう、手術終わった後、はい、患者さんとトラブルになるのがやっぱり僕一番嫌だし、もうそれはもう美容外科医だったら誰でも一番恐れてることなんだよね。やっぱりそれだったらもうね、ご飯だったらいいんだよね。美味しくなかった、ごめんねでおしまいで済むし、はい、うん、もうその子とご飯行かないとかでもいいんだけど、うん、もう切開の二人なんかそういうもう切る手術をしたら結果が悪かったらやっぱりそれに責任をある程度持たないといけないから、はい、修正手術をするなりとかね、いろいろあるわけだから、はい、やっぱりそういうトラブルになることは避けないといけないよね。そうですね。二人のライン決めるときでもね、先生にお任せしますって、自然な似合うラインにしてくださいといれば、じゃあこれでいこうね、わかりましたで、それで決まるし、はい、あるいはね、もうとにかくがっつり幅広平行にしてください、整形っぽくなっててもいいですってシンプルにお願いされるんだったら、うん、はいやりましょうでできますね、はい、でも平行型でまつげの生え際はちゃんと出て、アイライン引いてもちゃんと二重になって、絶対に整形だってわからない自然に二重にしてて、それは無理だよって、じゃあこれはどう、嫌です、これはやどう、これはどうって嫌です、もう決まらないんですよね、はい、もうどうしようもないんですよ、はい、でどうしても決まらないんだったら、僕はねもう申し訳ないけどね、手術しない方がいいと思いますね。無理に決めて手術すると、そういうタイプの方は必ず後で不満が残りますもんね。やっぱりお食事の時と一緒で、はいはい、だって 100% 自分の要望を叶えてくれることができないわけだ、で自分で決めないんだったら絶対に不満が残って、はい、後で医者と患者のトラブルになっちゃうから、それだけはね避けないといけないんですよね。そうですね、うん、でやっぱり僕も無理に進めるっていうことはしないからね、はい、できないことはできないってはっきり言うし、はい、うん、その方を思って、まあ、言っててあげてるといいんですけど、うん、言ってても、まあ、私分かってもらえないもんなんですかね、こうそれが見合わないとか先生こうはっきりおっしゃっているけど、やっぱり自分でこう、うん、迷っている分結局何もしてもらえなかったっていうのが強くなっちゃうんですかね。そうだね、やっぱり自分がこうなりたいというのがしっかり決まってて、頭の中で決まってて、それができないって言われて、うん、あれもできない、これもできないって否定されると、やっぱり人間って気分悪くなるじゃないですか。でもしょうがないんですけれど、でも自分が何かしたいって言ってもダメダメって否定されると、誰でも気分悪くなるでしょ、怒るでしょ、それと同じことが起きてしまうので、しょうがないっていうのはありますよね。そうですね。でも患者さんがそうなりたいっていうのはあくまでも理想論であって、僕はもう極めて現実的な話をしているわけであって、はい、でやっぱり手術して結果が出た時のその結果って、もう極めて現実的な結果が待ってるわけで、その極めて現実的な結果が僕予想つくからね、経験的に、はい、でそれをあらかじめ言ってるんだけど、それを受け入れることができないから、不満が残るし、で希望することできない、できない、無理です、無理ですって言うと、やっぱり僕が冷たい人間に感じちゃうんですよね、はい。それがもし僕が、分かった、できるよ、できるよ、できるよ、任せてって言えば、ああ、優しい先生だって言われるけど、できない、できない、あ、それ無理ですね、あ、できませんって言うと、感じ悪いなって思われちゃうんだよね。決して感じ悪くとか冷たくやってるわけじゃないんだけど、
そう思われちゃうのも、うん、もうしょうがないですね、うん、もうそれも僕受け止めます。そういうことも時々あるから、もう冷たい人間だと思われてもしょうがない。それはもう患者さんのためを思って言ってる言葉で、それで冷たいと思われたらしょうがないし、それで無理して手術すれば余計大きなトラブルに発展するから、もうそれでもうしょうがないと思います。はい、そうなんですね。まあそんなとこです。今日は分かりました、はい、ご理解ください。この患者様も決して冷たい態度を取ってるわけじゃなくて、あなたのことを思ってできることできないことをしっかり話してるわけですので。そうですね、うん、先生のその優しい気持ちをぜひ分かってそうそういただけるといいんですけども、で、できることできないことを僕はきっちり話して、はい、でその上で自分でどのラインでやるか決断して初めて手術が成立するわけなので、はい、僕ができないできないって言ってもうじゃあしょうがない、でもどうしても自分の好きな希望ラインできないんだったらもうしょうがないからやらない方がいいよね。やって後悔するだけだから、はい、やるなら何かを妥協してやるってことになるからね。はい、うん、わかりました、はい、先生、はい、ではもう先生今日もいいお話をありがとうございました。そんなもございません、はい、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございました。